です。ちょっとね、気づいちゃったことがあるんですよ。元女子がコロナワクチンに一番強い説、勝手な憶測ではあるんですけど、まずね、この動画で伝えたいのは、コロナワクチンを必ず打ちましょうっていうことを伝えたいわけじゃなくて、やっぱ打つ打たないもね、その人それぞれなのでね。僕自身は、コロナワクチン、2回とも接種が終わってるっていうような感じで、同居人のおむじゅんとか、てんちゃんとかもコロナワクチンを接種したっていうような感じなんですけど、ワクチンを打った時の副作用って、まあ、人それぞれあるじゃないですか。熱が出ちゃったりとか、体がだるかったりとかっていうのがあるんですけど、てんちゃんとかオムとか僕の周りの人たちって大体みんな副作用何が一番辛かったって話をすると、みんな言うのが注射が痛すぎたって話をするんですよね。それこそてんちゃんとかもさ、ダンサーっていうのもあるからさ、打ち終わった後とかもさ、もう踊れないぐらいもう本当にダメだみたいな感じだったんですよ。なんかそういったのを見てた時に、僕自身はね、副作用的なのは全然なかった人なんですよね。体がだるかったりとか、熱が出たりとかもなかったんですよね。痛いは痛かったんですよ。なんですけど、別にそんなみんなが言うほど筋肉注射痛くないけどなーって思ってたんですよね。先生がたまたま上手かったのかなとかも思ったんだけど、80歳ぐらいのおじいちゃん先生だったから、打つ時めっちゃ震えてたから、上手いわけはないよなっていう感じなんですけど。で、なんでだろうなと思った時に、僕、約10年間、男性ホルモン注射を筋肉注射で打ち続けてるんですよ。慣れちゃってるんだなって思ったんですよね。元女子はね、男性ホルモン注射を打たなきゃいけないっていうのを何回もね、お話はしてるんですけれども、男性ホルモン注射を打つ場所っていうのが、腕かお尻かのどっちかなんですよ。看護師さんとかにね、腕かお尻どっちに打ちますって言われると、最初は恥ずかしくて、多分9割の人は、腕って言うと思うんですよ。僕自身もお尻出すのはちょっとね、恥ずかしいから、あ、腕でお願いしますって言って、2、3週間に1回腕に打つんですよね。今回右に打ったら次は左だねってこう交互に打っていくんですけど、まあそれがめっちゃくちゃ痛いんですよね。しかも頻度がさ、ワクチンとかだったら2回で済むんですけど、僕たちそれずっと続けなきゃいけないから、腕の限界っていうのが来るんですよ。本数を重ねるごとに尋常じゃないぐらい痛さが引いてかなくなっちゃうんですよね。9割の人は最初腕から入るんですけど、最終的には、すいません、もうお尻に打ってくださいって言うようになります。で、僕自身もそうで、もう限界が来て、すいません、お尻でお願いしますって言って、お尻に打ってもらってたっていうような感じなんですよ。で、今はデビトっていうのを4ヶ月に1回ぐらいかお尻に打つんですけど、量が多いんで、右と左のお尻両方に打つっていう感じなんですよね。まあまあ、痛いは痛いんですけど、さすがにね、もう元女子歴10年目とかになると、慣れてきちゃってる部分もあるんで、まあそんなに痛くないよなっていう感じなんですよ。で、これみんななんか思うのが、元女子じゃなくて、元男性の方はコロナワクチンに強くないんですかって思う方いると思うんですけど、元男子の方は、女性ホルモン注射を打ってる方もいるんですけど、女性ホルモンの錠剤を飲んでる方もいるんですよね。だから、あんまり慣れてないんじゃないかなって、勝手ながら思いました。この動画を見てる人でも、元女子の方とかって結構いると思うんですよ。実際、どうですか皆さんっていうのを聞きたかったから動画を撮ったっていう感じなんですけど、ねえ、早く落ち着いてほしいですね。コロナ。長いはさすがに。もう2年以上経ってますもんね。ワクチンもね、もう3回目の接種が始まるとかって言われてるんですけどね。てんちゃんとかももう3回目打ちたくない。腕が痛いのが一番嫌だって話してたんですけど、まあそこに関しては僕は大丈夫なんじゃないかな、とは思ってます。なんだかんだ、一人での動画すごい久々だった気がする。ありがたいことにね、コラボ続きだったっていうのもあって、すごいなんか久々の一人動画でございました。今回の動画が少しでもなるほどなと思った方はぜひとも高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。でした。